エル・スティーブン・レズリー・スティーブンは、イギリスの文学史や、思想史や、登山家。英国人名字典の主観。画家バネッサベル、小説家バージニアウルフは娘にあたる。植民時間を父として、ロンドンに生まれた。幼児は、健康が優れず、サンド小学校を変えた。1848年、ロンドンのキングズカレッジに入学して、歴史の講義を聞き、 翌年、ケンブリッジのトリニティホールに入学し、1年で数学の奨学金を獲得した。1854年に数学の学位を取る一方、ケンブリッジ大学のフェローシップを獲得し、1855年に副牧師に任命されて1859年に牧師となった。文学や哲学への思考が深まり、ミル、コント、カントを研究した結果として、 キリスト教の歴史的事実に疑いを持つようになり、1862年の夏に学生館の職を辞し、牧師として説教をする義務から解放された。アメリカ南北戦争に興味を持ち、奴隷解放を支持していたスティーブンは1863年にアメリカに渡り、詩人のジェームズ・ラッセル・ローエルなどと親交を結んだ。ホワイトハウスでリンカーン大統領と面会して、 従来の主張の正しさを確信し、帰国後もイギリスにおける南部支持を反爆する論人を張った。1864年にケンブリッジからロンドンに移り住み、土曜評論誌に寄稿し始め、1866年から1873年までニューヨークで発行されているネーション誌へイギリスの政治に関する記事を寄せた。コーンヒル氏に文芸批評を書き、 雑誌の主観として、スティーブンソン、トーマス・ハーディ、ヘンリー・ジェームズなどと知り合う。1867年、サッカレイの娘と結婚し、南ケンジントンに今日定めた。1868年に再び、アメリカを訪問し、哲学者、ラルフ・エマソンや、法律家のウェンデル・ホームズと交わる。イギリスでは、小説家のメレディスと最も親しく、その小説、 エゴイストの登場人物、バーノン・ウィット・フォードのモデルとされた。1881年11月、英国人名辞典の編参主観となり、1886年に第1巻が出版され、その後3ヶ月ごとに続刊が刊行された。第20巻まで交換した1891年、激務による過労のため主刊を辞めたが、主要なる寄稿者としても378の記事を、 提供している。アディソン、バーンズ、バイロン、カーライル、コールリッジ、デフォー、ディケンズ、ドライデン、ゴールドスミス、ヒューム、マコーリー、ミルフシ、ミルトン、ポープ、スコット、スウィフト、サッカレー、ワーズワースなどがその主なる記事である。年にトリニティカレッジの講師として世紀のイギリス文学を講義し、年に ヘンリー・フォーセットの伝記を書く。1892年にテニソンの後を継いでロンドン図書館の館長となり、1902年にバス上級勲章師を夏目漱石が文学評論の関東で原文のまま詳細に紹介している。スティーブンはアルプス黄金時代の代表的な登山家である。ガイドのメルヒオール・アンデル・エクラと共に多くの初登頂を成し遂げた。 英国産学会に創設年の1957年から参加し、1865年から1868年まで会長を務めた、以下に初登庁を果たした山をス。ありがとうございます。